いろいろなことについて。超能力を信じますか？私は超能力は信じられません。なんか絶対あんなの嘘、テレビとか見てても絶対なんか嘘くさいから、絶対トリックとか使ってると思うから信じません。幽霊を信じますか？幽霊はなんか友達とかなんか仲のいい人とかがなんかすごい真面目な話をして、そういう体験を話したりする人とかいるんですよ。だからそんな仲のいい友達が私にそんな馬鹿げた嘘をつくはずがないと思うから、やっぱり幽霊は本当にいるんだなと思います。 UFO を信じますか？ UFO はなんかよくわかんないんですけど、やっぱアメリカの方とかでたくさんの人が変な物体とか撮影してるし、元なんかなんとかとかいう人がなんか証言したりするじゃないですか。工場、アメリカは秘密でなんか宇宙人と連絡を取ってるとかいろいろ言ってる人も多いから、 UFO は一応あるのかなって思ってます。今の悩みは何ですか？今の悩み、今の悩みは、別にないです。何歳まで生きたいですか？私はあんまり長生きとかしてボケたりしてもなんか恥ずかしいから、60歳か65歳ぐらいまで生きれればいいです。世の中で一番怖いことは、一番怖いこと、高いところに登ること。ゲームは好きですか？ゲームはなんか暇な時とかに結構やってると時間が潰せるので好きです。友人は何人いますか？友人は、うわ、20何人かいます。好きな車はやっぱりあの昔撮影に行った時に見かけたボルボがかっこいいから好きです。好きな街はどこ？好きな街は私が生まれた札幌で、札幌はなんか道とかもすごいなんか変な道でも広いから通ってても気持ちいいし、ちょっとなんか山の方とかに行くとキツネとか出てきたりするので、札幌は好きな街です。